はい、何のこと言ってるか分かんないけどね、うん、見てないからね、うん、なんか事件があったの？いや事件はない滝沢さんと次の交渉してるだけ。あ、次いつで切れるかなと思ってCM の間にそうしてたんですけど俺暇なんでいつでも大丈夫です。あ、いいんですか？いいんですか？いいですね。え、近いですか？近いです。近いですか？いいですね。いい MC できたね。 MC?MC 交代何さ、あの、いける2人では、まあ、もちろんいけるな。いけるでしょ。いやでもね、毒吐きまくってると思う。毒を吐きまくる番組だったらいけるよね毒を吐きまくる番組でもなんか陰キャだって言い張るんですよ、うん、あでもなんかそうでもないです ね、 そう全然そうでもないな。出たそれよ。滝沢さんウェイは得意ですか？いやできればしたくない。やっぱそうよ、やっぱ撫で方の人はそうなんだよ。いや私も撫で方の人はね、確かに撫で方の人はだから上げてこなかったんだ今まで。だから撫で方なんですよ。肩で判別できるもうすごい上がっちゃってさ、年々上がってくるもんね。そういうことなんだ違うか平賀さんとかもいい気がするね。撫で方だよ。撫で方平賀さんは陽キャな気がする。いや、やるよ絶対。陰とか言うんじゃないけどね。あの人の場合確かに陰とか言うけど、平賀さんは何系なんですかね。なんか国籍違う気がするよ。めちゃくちゃ系、めちゃくちゃ系僕の本できたんですよって本持ってきてくれたんですよ、うん、王座の収録の時に持ってきてくれて、うん、これ読んでください、面白いんであんま言わんよねあんま言わなくて面白いんで。小沢さん本出してますよね。あ、遠い昔にね、あれあの人にこう勧めるときにこれ面白いんで読んでください、俺も全部これは燃やしてください、燃やして燃やすんだったら変わんないよ。滝沢さんなんて言うんですか？勧めます？そもそも勧めないですよ。勧めない恥ずかしいよね、うん。でこの中でどれ、この中だったらどれって言われたら、うん、これはこうです。でこういう誤植があると気をつけてください。誤植誤植ってことは一応チェックはしてるんですね。一応見ます。一応ね、見てね。さっか本出さないの？本出せないでしょ。買うよ。どうやっても出せない。私買うよ。私買う。アナちゃん本はもうでも結構難しい。ですよね。うん、新しいのないですからね、なかなかね。うん、平賀さんの新しそうな気すんだよな。いや、日が新しそう。平賀さんの方面白かったな。え、マージャン本来てもな、みたいな、うん、そうですね、真似できねえっていうもうなんか何年か前のやつですよね。その頃と変わってたりしますか、マージャン感みたいな。俺の話、マージャン感は変わってないですけど、うん、まあ、てかもうそも出たの十何年前だ、うんうん、やっぱり普通に内容がしょうもないので。しょうもない、うん、でも書籍だから消せないもんね、うん、そう考えるとやっぱ、うん、だから俺はマジでアマゾンとか全部買って全部燃やそうと思ってる自分で、そう、自分で買い占めて。え、なんでですか？え、恥ずかしいんですか？読もう、読む、やめよ、恥ずかしいって言われたら読みたいな。恥ずかしいってことはちゃんと書いたってことですね、その当時。いや、それはまあ、いや、だから恥ずかしいんですよ。まあ、大体で書いてあると言うんじゃねえよ踏み込んでくんじゃねえ。いいの連れてきたな相方。デジタルの申し。それも恥ずかしいわけよ。あ、そうなんですか？恥ずかしいんですか？だってもうなんか、まあ、それもまあデジタルとかももう当たり前になってきてて、うん、なんか当時はあんまりいなかったから、うん、あ、なるほど、なんとなく成立したけど、はい、今まあね、別にも普通っていうか、当たり前になってきてるし、うん、でもアナログなことは言わないってことですよね。めっちゃ笑ってますか、隣で。アナログっていうか、まあ、アナログ、うん、アナログ、デジタル中年雀士みたいな感じですよね。中年言うの本当今からつけるなら初老よ初老雀士よ。え、デジタルなんですか？いやそれはそうなんだけど、そうなんだ。この流れでさ、バリバリの流れ派だったらおかしいんですよ。それはそうなんだけど、まあまあね、はい、もうなんか申し子44歳みたいな。そうそうそう、それはある本当。じゃあ、それはあんのかよ。舞姫30何歳は。そうそう舞姫姫ね、うん、姫
可愛いからいいけどな。可愛いからいいんだ、舞姫はいいの。じゃあでもね、若い頃につけたのってね、アイスドールちょっとね、どうかなと思うことありますよね。恥ずかしい、恥ずかしくなってきますよね。この後天才恥ずかしいんですか。いや、それは別にいい、ね、天才、天才いつまでも使えるしね。そうですね、天才ってすごいよ。すごいまあいろんな天才あるけど、ね、結構万能です、ね、バカボン的なやつもあるし、超バカが天才しか言わないどっちだと思います。私が言ってるんじゃないからね、黒木さんが言ったんです。黒木さんが考えた。そうです。自分でサインに添えたりしないですもんね。それはしないですあれ、滝沢さん今何にしてるの。何もないです。何もなし、はい、エチゴの奇跡。エチゴの奇跡、いろいろあれ、いろいろ言われてるけど自ら言ったことないです自ら言う人っています。でもサインに書く人、でもサインに書くの書かないですよ。いや昔書いてたでしょ。書いてないです、一回も。嘘でしょ、はい、え、なんて書いてたの。とっぽいな、なんぽい。え、俺デジタルの面白いって書いてるけど今だに、うん、やめとくです。じゃあ書くことないんだもん。考え、考えましょう、なんか、うん、考えますか、今から、はい、みんなで。だな、視聴者の人の声でもあればすぐ決まるのに。視聴者の声。そういや、本当に書くことなくて。なんだろう。陰キャなデジタル。なんだ。人じゃん、ただ陰キャなデジタル。陰キャさ、麻雀関係ないじゃん。陰キャなデジタル中年。なんで中年つけたがるの。中年ボーイ。初老になった中年ボーイ。わけわかんない。でも俺14歳で売っていこうかなというのがちょっとある。うわ、14歳どういうこと。え、実年齢14歳でいこうかなみたいな。24を下回ってきたね。心は14歳、そう、心が少年なんですか。心が少年なんだ。成長しない。12秒かわいそうにやめろやめろ年上かわいそうなんですか。出ちゃったよ滝沢さんが悪いな、この流れ。大体滝沢が悪い。大体滝沢が悪いんだから。なんか遅刻してきたから必要以上に喋ろうかなっていう。そうだった。気持ちが、気持ちだけが思いやりだった。仲いいんですね。で、あのさ、まあ付き合い長いから。そうですね。すごいさ、入りそうで入ってこない人いるんだけど。すんごい眼差しで見てる。そうそう、こっちをさ。まあ、しゃべってもさ、マイクないから、ね、届かない。そうだね、結構違う、もう流れ変えるじゃん。流れ変えよ、うん、流れ変えよ。やりましょう。なんかいいのある。流れね、流れ。滝沢さんに選んでもらう。滝沢さんに選んでもらう。あのなんかね、嫌いなね、プロ答えてくれなかったんですよ。いるんですか。いや、いるだろう。俺はあんまり、ね、あ、出た。そういうとこよ。そうだね、そういうとこよ。そういうところで人気が分かる。嫌いっていうか、ね、え、ムカつくやつはいるじゃん。苦手は、いや、滝沢さんの場合はもっとひどい。興味がない。あー、ね、興味ないの。なんか嫌いより興味、嫌いより立ち悪い、滝沢さんは。そう。俺昔麻雀プロやってた時に俺デスノートを作ってて、俺デスノート、こいつは入ってました。滝沢さん入ってないです。入ってなかった。俺デスノート、例えばどんな人が入ってるんですか。いや、それは無理です。それは無理よ。上がり3着した人とかは入るんですか。いや、そういうのは別にいい。そういうのは別にいいんだ。人的にってことですか。そう、麻雀じゃなくて。あ、人じゃん、人なんだ。麻雀何されても大丈夫。麻雀何されても大丈夫です。なんか、いや、その線って意味あるみたいな。まあ、それは別になんか それはそいつが下手っていうだけで、お、別にその時は俺に不利になったけど、うん、将来的にはまあそれ以前の場面でめっちゃ俺が得してるかもしれないし、うん、見えないだけで、うん、それは人的にどういう人が そこに入るんですか。名前言わせようとする、いや、人は名前は言わなくていいです。どういう人かっていう、なんか引き詰めされたとか。いや、そう、マナーは全然俺あんまないんだけど、なんか、こいつバカみたいな。やばいよ、私さっきからさ、例えばどういうのがバカだったやばいんだ、私、ちょっとあのね、大丈夫、小沢さんのデスノートに入りそうなキャラクターなんで大丈夫めちゃめちゃ音がすごいね。何か唐揚げじゃないんだよ。唐揚げ揚げる音はさっきからさ、工事の音もすごいしさ、なんか偉い人が唐揚げを頼んでます。偉い人
そもそもだって面白い。ピーがさ、あの本気で収録しに来ないよね、大体ね。工事中だし、すぐそこ唐揚げあげてるし、すみません、咀嚼音も入るしさ。なんかピーが滝沢さん好きな異性のタイプは MC やろうとしてるんだよ。先に攻撃してきましたね。そうそうそう、やられないために、やられないために、いい攻撃ですそれは。好きなタイプは静かな感じですね。やべえよ、やべえよ一緒に。やっぱやべえよ。ウェイ系を見てる。ウェイ系はきついですね。別に家でウェイじゃないから、そういう人は大体。まあそうですよ。家でウェイだとやばいだから。そういう人もたまにいる。たまにいるでしょ。いる。いるの。家でウェイウェイにしてるやついる？外でウェイの人は家は多分静か。知ってるな。私の生活知ってるな。外で静かな人は家でウェイってこと？逆は分かんないです。お前の話だと。ずっと静かかもしれない。滝沢さんは家でウェイってことだじゃん。外で静かだから。家の方がそうですね。結構ウェイしてるの。怖い。やめてよ、変な単語作るの。ウェイってそのなんだろう、いわゆるウェイじゃなくて、いわゆるウェイ服を突っ込んでいく、服を着ないで出てきたりとか。そういう何の話してる。そういうウェイです。いやでも滝沢さん、それ外でもやったことありますよね。昔ね、密室でですけど、大体人がいない、女性がいなかったりとか、まあそうだろうな、はい、ただ笑いになる裸ですね。滝沢さん結構そのできんだよね。それ余裕です。できる子です。何も恥ずかしくない。滝沢さんはできる子です。俺なんかできないんだよね。できないですか。うん、なんか恥ずかしい。裸でこうやってほしいな。やってほしいえみたいな。みたいな。でもマンちゃん番組見ててさ、なんか応援してる人がいてもさ、外ではこう静かにしてるじゃない。でも家で上がった時、おっしゃーみたいな時ない、ないの、じゃあ私がだからさ。どういうこと。私がさなんか王冠に、女流王冠残った時に、この子可愛いんで休み取って応援しててくれたんですよ、家で。もう何年か、もう結構前の話なんだけど、その時は私が上がった時、おっしゃーってなるじゃない。なるよ。なった時、家でどうしてるの。おっしゃーってなるね。なるけど。なるでしょ。ちょっとウェイってなる。そうはならないけど。ちょっとこうなんない。こうって分かんないけど、あのガッツポーズを引いてるやつです。ガッツポーズ。今ガッツポーズ引いてる。滝沢さん賢い。え、なんない。なるでしょ。ちょっとソファー立ち上がったりするでしょ。まあね、そういうやつよ、そういうやつ、そういう人は結構。なんない。なんないんですか。スッと見てる。スッと見てる。あ、上がったな、敵が、じゃあ応援してる人の敵が上がった時とか、バカ野郎とか。あ、それはある。それはない。それはない。あーって なりますけど。あ、私無言。そっちの方があるわ、どっちかっていうと。あ、無言なんだ、だってもう切れてるから。それ切れはしないな。どういう捉え方なの、麻雀というものの。だってただのギャ麻雀というものの捉え方。ギャラリーだからさ、家で見てる時は。でも全然フラットの、全然応援してない、ただ見てる時は、へーって見てるけど、応援してる人がいる時は、誰かが上がるとってなってるよ、なるでしょ。あーとはなるけど、上がった時そんなよっしゃって感じでもないかな。なんない。だって一人でしょ。いやそうだね、一人前提、今一人前提。いや私一人でも声出るな。あ、それないわ。うわーみたいな、うわーみたいになる、あ、なりません。おっとか言っちゃう。おっとか、そういう感じ。多少出るぐらいで。本当に、私は無駄にソファ立ち上がって冷蔵庫とか行くよ。別に用事ないけど。落ち着いてられない。もう、 うわ嬉しくて、もうなんか動くみたいな。ダメだな私。滝沢さんと沢村さんの奥さんにはなれないわ。落ち着きないもんマジで。そうでもなんか滝沢さんと、まあ、昔よく飲んだり遊んでたんだけど、まあ滝沢さんもむちゃくちゃですよ当時は。そんなことないですよ。むちゃくちゃですけど、例えばどのぐらいむちゃくちゃですか、暴露させて。まあそれはまあ置いといて、でもなんか
通になんか結婚してみたいな、うん、子供を確かにみたいなのが、あ、滝沢さんなんや。いや確かに私も意外だ、意外ではあったな。なんかよく当時その例えば教会の鈴木達也とかそうやって飲んだり滝沢と飲んだりしてて、滝沢さんが一番まともやんと思って、最終的に鈴木達也も結婚してないし、あ、そういう社会的なまともそう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 、根本的にまともかわかんない、ね、そうそう、それはまあ別の問題だけど。滝沢さん社会人したことあります？いわゆる社会人ですよ今は。今はね、まあ、まあそうやな、そう最近最下も社会人になったんですけど、でも会社勤めとかしたことないもんな。ない。タイムカードはある、ある、ある、一応あるんだ。タイムカードって言ったらバイトでもあるじゃん、はい、そう、来たことあるかなと思って。 あります、あります。あ、まあ、バイトとかありますか、タイムカード。バイトとかはある。何のバイトしたんですか、おさまさん。俺ね、新宿の囲碁サロンで働いたことある。囲碁、なるほど。アラさん来ました。アラさん来なかったけど、はい、知ってるって人いますよね多分。アラさん来る、そんな長いこと働いてないんだけど、あの、まあ、ホームレスの人とかが普通にめちゃくちゃ小銭集めて1000円、1000円なの、1000円で何回とか、ね、いや、囲碁放題なの。囲碁代が1000円、あの、そう、入場料が1000円で、で、まあ、お茶は出てくるみたいな感じで、それやりに来るんだ。そう、へえと思って。で、働いてるってことはお相手をするってこと？いや、やってるの、マッチングするんですよね。マッチングする、あの、要は同じぐらいの実力の人をこの人と、まあ、フリー囲碁だから、うん、分かる、分かる。なんか、いや俺は囲碁全然分からないんだけど、まあ、自己申告のなんかがあって、それで大体じゃああの人と一緒ぐらいですね。囲碁全然わからない人がバイトできるんですね。うん、できた。あ、そうなんだ。バカにすんじゃないよ。確かに、マージャン、わかんなくてもマージャン屋さんで働いてる子はいますもんね。うん、大体女の子で。可愛い子。別に囲碁は自分がやることはないので。そうなんですね。お茶組みたいな感じですね、うん。掃除と。そうそうそう、二十歳ぐらいの時よくやす。店番か。竹澤さんあるんですね、バイトしたから。一応ね。意外。あ、でもファミレスとか。嘘でしょ、ファミレスのウェイターですか。いや、裏側です。あ、めっちゃ、なんかめっちゃいじめられてだんだん腹立ってきてなんでいじめられたんだろうってなってたんだけど、最初だから我慢しようと思って。え、いつ、高校生とか。そう、高校生すげえいじめてくるんです、本当に。なんでだろう、ファミレスちっちゃい声で婚活生、婚活生作れって言ってるんですけど、ちっちゃい声で言ってます、わざと。婚活生って何ですか。トマトのコンカッセとか、あの、こう、あ、はいはい、あのコンカッセね、キューブ状にしてこう切る、うん、って言うんだ。それをよこせってあっちは言ってんだけど、すごいね、コンカッセって言ってんだろって言って後で言われて、ズドンと蹴られたりする。へぇー、ファミレスでしょ。そう、あれです。ファミレスでそんなことふざけてる、にゃーってやつなんですけど大丈夫、大丈夫、本当こいつだけやと思って、未だに覚えてる。覚えてる。それはちょっと根に持つぐらいのことはあるんですけど、多分理不尽すぎる。彼女が滝沢さんかっこいいって言ったんだよ。あ、間違いない。ほら、これ私の読み。それはそうだと思います。そうだよね、絶対そうだと思うんだ。滝沢さん汚いからな。汚い、ほんと汚くねえです。なんかさ、滝沢さんをが来たら水を得た魚だからめちゃめちゃ喋り出して、そう、いい感じだね。もともと喋ってたでしょ。喋ってました。確かに喋ってました。仕事だから頑張ってんだから。そう、そうか、仕事じゃなきゃ喋ってくれないのか。普段そんなに喋んないんですか。酒飲んだら喋れますよ。喋るよね。喋りっぱなしですよ。喋りっぱなし。それは嘘。それは嘘。陽キャじゃん、じゃあ陽キャ。嘘つくなよ、お前。ライバルはいますかってあるんですよ。ありますね。やっぱ小バボっすよね。あ、デジタルだから。え、でもどっちかっていうと、やっぱどうだろう、なんかもう小林さんとかさ、村上もそうだけど、ライバルとかいうのもなんかおこがましいなってなっちゃうね。はい。出た、俺と同じやり方だ。だからライバルは、それ一番楽なんですよ、そうやってると。それ麻雀プロ一回離れたからそう思うんですか。まあ、そう、というか、なんかその、もうなんか小林さんとか村上さんとかもう一流プレイヤーじゃないですか。僕はまあプロレベルの新人なんで、
じゃあもしずっといたとしたら誰になってました？わかんない。わかんない。誰だ？さ、そんなでデスノートに入ってんだ、その二人多分。入ってないでしょ。入ってないでしょ。俺明日村上君と仕事なんだから。デスノート気になりますね。なかなかさ、好感度下げらんないね。難しいね。上げていくもんね。やっぱさ、ベテランはさ、好感度上げてくる、ね、ベテランじゃないから、別に新人だから。これのベテランだよ、多分。こっち、こっち、喋りの、うん、こっちのベテラン。喋りのベテランではもっとないから。武田さん、全然好感度下げらんないもんね。そう、下げられなかった気がする。下げられなかったね。せこいのよ。せこいですね。うまいんですよ。やり方がせこい。せこいですね。滝沢さんすごかったんだ。たまにでもめちゃめちゃ嫌われる。あ、そう、はい、滝沢さん嫌われることあるの？あるあるある。なんでだろう。綺麗なこと言うからかな。せこいから。せこいから。せこいのもかっこいいから、もうなんかダメなの。もうなんか終わりよ。どういうこと？なんでそんな言われてんの、滝沢さん。せっかくスケートで来てくれたのに。すごい言われ方。滝沢さんずるすぎんのよ、マジで。滝沢さんはずる。いや、でも長村さんもなかなかね、なかなかつわもんですね、うん、なかなかボロが出ないですね。面白いです。ボロを出したい質問ないかな、これ。出そうと思ったら、いっぱい出ちゃうから本当ダメなんだ。いや、出して、出していいんですよ。どんどん出していって、いいんですよ。休日はどうやって過ごしているんですか？毎日休日ですよね。かわいいな。趣味は何ですか？料理。趣味。あ、料理は、ね、料理上手ですよね。見たことあるかも、料理ツイート。料理好き。綺麗に盛り付けて。まあでもね、写真撮るように。うるせえな。ニヤニヤしながら言うのさ。ニヤニヤし、悪い性格悪いよ。でも結局ね、松ヶ瀬くん勝てないわけ。あれはすごい。松ヶ瀬さんすごい。あと黒沢さんずるくない？あれは食材が金のかかり方が違いすぎんだよ。ずるいでしょ、それは。皿から違うから。違う感じなんです。皿の値段が半端じゃないから。量もすごいっす。お皿見ただけでわかるの？まあでも100均だなってのはわかるじゃん。あ、そうなんですか。わかるわかる。これ100均じゃんみたいな。このドットのやつ100均じゃんみたいな。100均の人は誰ですか、ちなみに。そんな100均。ほとんど100均。マージャンクロゼは。そうなんだ。変な英語の単語が書いてあるやつとかはもう全部100均の。なんかプリントの英字文みたいなやつ書いてあるのが100均ってことか。じゃあ、なぜその料理を載せるのかって、それは決まってるよ。麻雀プロの女子狙ってるからだよ。いや違うでしょ。いやいや、女子でも何でもさ、まあ自粛、去年の自粛期間とか、まあ別にやることないから料理して、そうですね、ネタがないから的な、まあなんとなく、うん、あれじゃないんだ。ファボ稼いだろみたいな。稼いだろ。あ、そうかそうか。私はてっきり働きたくないから、働く女子って料理できないじゃないですか。仕事のできる女子って料理できないじゃない。うん、だから時間がね。そう、料理男子は仕事できる女子を捕まえて、この先どうやって暮らそうか考えて料理男子してる。そんな深淵な経験持ってるやついなくない？そう？だっていいじゃん、そしたら。あ、料理してくれてこの人家事できるんだって言ったら。あ、でもね、すごいいいと思う。ね、うん、あ、そういう人もいると思う。ね、この人いいなみたいな。まあ、いいとしてもそう思われさせる、めちゃくちゃ嫌だわ。そう。あれ、料理あげてるんですか、SNS？ まあ、最近あんまりやってないからあれだけど。炎上するか料理かってことになってるんです。すごい興味出てきた。最近はあんまやってないのであれだけど。見たいんです。別にそんな上手じゃないの。あ、そうなんですか。そんな上手じゃないんだけど。そこがまたやらしいとこだよね。好きは好きでやってますと。上手なのに。上手じゃないの、本当に。てか今ほら、レシピとかも簡単、調べれば簡単に分かるから、ね、うん、別に誰でもできるじゃんって思うけど、ね、うんうんうん、じゃあ本当にネタがないってことですね。ネタがない本当に。本当に趣味だって、趣味がだって趣味料理って、まあ、あとは、うん、料理音楽とか、まあ、音楽のこと言ってますね。そうだから、音楽好きとか、まあ別に本とか好きなんだけど、うん、なんか文字にすると、うん、音楽鑑賞とか読書とかなるじゃない、はいはい、なんか、うん、
いろいろな音楽がありますからね。そう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 、そういうことなのよ。滝沢さんもあんまりさ、好きなアーティストとか言わないもんね。言いますよ、それは。滝沢さん聞かれたら言う。でもなんかほら、発信する人いるじゃない、うん、最近何々がいいみたいな、うん、で、ちょっとその流行り系のそういうの見るとちょっと私プッてなるんですよ。わかります、うん、この気持ち。え、わかんない。流行り系の音楽をなんか最近これ何々が好きって言ってる人見るとなんかちょっとプッてなるじゃん。え、なんないの。え、ワックスさんどういう音楽好きなの。私は滝沢さんとほぼ一緒です。あ、そうなんだ。もしくはでもウェイ系も好きなので、ちょっとレゲエとか。あ、CM ね。あ、CM ね。あ、だから全然合わないんだよね、麻雀界の人とね。レゲエ、ヒップホップとかね、好きな人あんまりさ、いないじゃん。なんか昔滝沢さんとライブ行ったりしたんだよね。そうですね。おお、あ、なんですか、ハイボールですか。ハイボール、すいません。おかわりお願いしますね。はい、なんかね、もうまとめなきゃいけないらしいんですよ。あとね、半分ぐらいしかないです。意外と短いですね。そう、意外と短いですね。楽しかったですか。楽しかったです。言わせないのここでさ、そうでもなかったって言う人いないでしょ。これ何か上げに来てるんだから。いや、本当に楽しかったっていう。でも聞きたいのがあるのよ。誰や。二人の印象は、はい、どうだったかっていう。あ、でもなんか多分ほとんどお会いしたことないと思うんですけど。知ってました。まあ、知ってますよ。それは知ってますよ。知ってるんじゃん、多分。まあでもなんか全然予想通りの。予想通りでした、うん、どんな予想でした。え、こんな、こんな。まあなんかそれを言葉に欲しいです。なんかまあ、たくさんはその、まあ、ウェイっぽい感じあるじゃないですか。ウェイっぽい感じある。あ、うん、ウェイウェイなんだなっていう。そのままで。そのままでした。いや、家では静かですよ。あ、でもウェイでもウェイだったんだわ、うん、さっき。中山さんはなんか、あの、まあ、ちょっとなんていうの、あの、これ言えば全部助かるんだけど、悪い意味じゃなくて、あの、抜けてる感じというか。抜けてる。うん。抜け感があるってことじゃないの。抜け感があるってことではないです。わかんないな。抜けてますかね。抜け感がある。わかんないけど、なんかちょっとこう悪い意味じゃなく、はい、いいですよ。悪い意味。天然感というかね。天然感ですか。うん、あります？あるから言ってやるんですけど。あ、そうですか。え、どこですか。そうですか。俺を殺そうとしてるじゃん。どこからあるのかなと思って。で、あ、なんかそう、あ、まあでも実際話したことなかったので話せて、なんかすごい楽しかったです。ありがとうございます。これで締めた。めちゃくちゃ適当に締めようとしてる。もう一回締めやんだけど。まあ俺がまた俺が悪者。でも全然計算なんですよ。あ、そうなの。抜けてる感じに、だから今騙された感じ。あ、でも抜けてる感じを出してる感じがなかったみたいな。抜けてる感じ。抜けてる。ああ、確かに。もうだから計算づくよ、さやかちゃんクラスは。なんか親しみやすいなってなんか思わせる術がうまいというか、やっぱね。そうでしょ。そうなんですか。いや、なんか俺本当に抜けてると思ってます。あ、でもなんか、うん、それは俺が騙されてる感じ。これは、いや、わかんないです。本人がどういうキャラ設定でいくのかがわかんないんで。どこが抜けてるのか。分かんないけど、なんかなんていうの、俺結構嫌われがちなので。あ、そうなんですか。まあまあ嫌われがちだよね。誰に嫌われてるんですか。人に。え、絶対そんなことないと思う。何でも言うからってことですか。なんか分からんけど、うん、まあ結構嫌われがちなので。まあ、突っ込めない人が嫌いかもしれないですね。お侍さんに対して突っ込みができないと。で、なんかその麻雀界の人とか全然知らない人は俺のこと嫌いなんじゃないかっていう前提で俺は生きてる。陰キャ、陰キャ、陰キャ、陰キャ。ネガティブ。そういう前提にしといた方がいいじゃん。なんかこう行動しやすいじゃん。なんかもしかして嫌われてるかもみたいな思って。そんなこと考えて生きてるんですか。うん、だけど、まあ話してみたらそんな嫌われてないかもしれないなって思えたので。うん、ありがとうございました。ありがとうございました。まとめてくる。でもやっぱちょっと滝沢さんと仲いいだけあって、うん、ちょっととっぽいですね、やっぱね。とっぽい。なんかなんていうのかな、
私すごい面白いと思う。面白い面白い。ありがとうございます。イコール。もう何でもこう言う人がすごい好きだから。うん、ああまあでも何でも言う方ではあります、ね。私も本当何でも言いたいんですけど、でも今ねこういろいろなんか言うとこう来るじゃないですか。それがちょっとね。じゃあ最後にあのもう地球上に2人しかいなかったらどっちしますか。カヤモリさんです。やったやった。これさ勝ったことないよね。なんで私この勝負挑むのか。必ず負けるのでさ聞いてみたいね。必ずではない。いやいやほぼもう 98% ぐらいも負けるだいたい。大変なのよ。だってそもそもさ大変なのよ。ワクワクアキラ扱うの大変。いやいや対面の二人はさうるさい人嫌いって言ってるのその時点でさちょっとなんていうの私の実力を発揮できないよもうすでに滝沢私あのほら瀬戸熊さんをかっこいいって言ってるじゃない。瀬戸熊さんの第一声がまずそれだから知的な人がいいですみたいな。瀬戸熊さん関係ないですけど瀬戸熊さんの色気やばないですか。やばいですよね。知的感もあるし、うん、なんでそれ嫌そうそうでもないかなみたいな感じ。私はなんかあんまり。あ、そうなんだ。なんかあの人にあんまりあんまりないさらけ出さない感じがあるから。あでもそれは あ、そっか。あさらけ出してるこういうこういう言い方ね。こういう言い方格差を感じた。こういう方たちの方が好き、うん、そうそうそう毒吐ける人が好き。瀬戸熊さんはプロっぽいですね、うん、そう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 、まあ、お酒飲まないし、ね、あそれはそれもあるかもしれないですね、うん、お酒飲みましたね。すごいの飲んでますね。すごいな。すごいでかいの飲んでます。映ってないですけど瀬戸熊さんの顔よりでかい。顔より大きいの。同じこと思った。同じ顔より大きいです。顔ちっちゃいな。お酒強いんですか。強いかわかんないけど、まあ好きです。やっぱ滝沢さんはファッションセンス的に許せるから一緒に遊んでるってことですか。そんな基準ないでしょ。こいつファッションセンスダメだから。冒頭でさ、そんなのあったじゃない。こいつダセーなみたいな。あ、もうあれですか。あれですね。はい。柴田というけど。いい。あれこれはもう誰が撮ったの。タッキー。全然見てなかった。滝沢さんトップだったの。タッキートップよ。もう優勝への。優勝カウントダウンよ。カウントダウン。タッキーが。滝沢さんいつも白いシャツだよね。はい。ワイシャツ白ばっかり。なんで。好感度じゃん。いや、爽やか系の系。ネクタイ選ばなくていいじゃないですか。白だった。ああ。あ、もう終わるということで。はい。サムラさんまた来ていただけるんでしょうか。まあ暇なんで別に。そうじゃなくてさ、楽しかったですとかそういうの待ってたよね今ね、うん。楽しかったですか今日。楽しかったし、うん、暇なんで。アピールしてくるすごく。ありがとうございます。ありがとうございました。した武田さんもありがとうございました。ありがとうございました。またねー。またねー。さよなら。